知らせいたします。財布の落とし物です。お池力士様、財布の方、テレビ本部の方に届いてますので、取りに来てもらってよろしいでしょうか。お池力士様のお財布が、テレビ本部の方に届いております。取りに来て待ってよろしいでしょうか。お願いいたします。はい、それでは気を取り直して準備は大丈夫ですか。皆さん踊る準備はいいですか。まだまだ盛り上がりますか。声出せますか。全員上がりますか。ではお願いします。一休さんです。
ます。山口正春くん12歳、紺色の T シャツ半ズボンを履いた山口正春くんが救護本部です。救護本部に来てください。友達が待っておりますので、救護本部の方に山口正春くん向かってください。続いて救護本部より迷子の子供を探す放送です。紫色の T シャツを着て、お化けのアップリケをして、ミニオンのスラックスを履いた2歳の男の子、お名前は福田いぶきくん。福田いぶきくん、お母さんは福田しのさん、お父さんは福田洋さん。迷子の、いぶきくんが、迷子となっておりますので、救護本部の方へお越しください。以上、救護本部よりお知らせいたしました。